ぱり常に怯えてるのは俺は俺は多分アントニオ猪木は常に怯えてる人間だろうと思う。俺はね、最終的には僕から見ればなんかコンプレックスありますよね。僕は見るだけですよ。それは違うのかもわかんないけど、この人はやっぱりなんかコンプレックス持ってますよ。やっぱりね、ジャイアント馬場がやっぱり最後までやっぱり信用しなかったっていうのはなんか分かる気がしますよね。うん、やっぱり相当のものが僕らがその入門する前だけど、まあその、まあ、もっと前の歴史なんだろうけど、やっぱり最後までその信用できなかったっていうとマスコミの中で言葉聞きますけどね。まあ僕もジャパンの頃、まあ少し、まあ、話いろいろ聞かせてもらったこともある。最後までどうしても信用しないって、その理由はわけは分かんないけれど、最後までその、あの人を信用しなかったっていう。そしてどうして坂口さんなのかなっていう。そういうのもね、今なら分かる気しますよね。うん、もう過去に新日本は一回か二回もう完全に、この30年間の中で傾く時ってありましたからね。でもやっぱりそこはね、僕はなんかやっぱり坂口さんの貢献度はやっぱり、うん、まあ俺は坂口さんの結構抽象的なことは、あの人を抽象するようなことは言ってきてんだけど、細かいとかね。でもやっぱりあの人だからやっぱり、うん、経営っていうのは成り立ってきたっていうのは、あの人の力っていうのはやっぱり大したものだなって認めざるを得ないですよね。うん、やっぱり大したものですよね。まあ口うるさいですけどね、うん、口うるさいけど、よく陰に隠れてあの人のことよく言ったんですよ。固いとか言ったけど、やっぱりあの人だからやっぱりできたんですよね。だからそこのところやっぱり馬場さんもあの人のそのものを信頼してたんですよね。信じたんですよね。だから何かこの全日本との交流っていうのは常にあの人が入らないとできないっていう。まあでも坂口さんももう今もう会長職はもう会ってないようなもんだし、うん、まあそれはそれでまあ新日本の後継者は一体誰なのかっていう部分ではまあ坂口さんは、まあ、入っていいでしょうね。うん、あとは社員と選手だけですよ。じゃあ、社員と選手が本当の新日本の後継者ですよ。オーナーってある、オーナーたるあの人は貢献なんか本当に、うん、大変なものを背負わされて30年間やってきたっていうものでしょうね、これから言わせれば。そしてやっぱり30年間そばにいて何一つ実現しなかったですね。自分が唱えたもの何か一つもっていうのは何もないですよね。僕はね、会長これアントニオ猪木憎しみ持ってこうやって言ってるんじゃないんですよ。僕は正直淡々と喋れる自分がこのやっぱりもう、そういうあの人に、やっぱり俺はやっぱりもう、なんていうのかな、まあこういうレスラーというか、こういう人間もいるんだなっていうところでしょ。こういう人間もいたんだな。まあだから俺もやっぱり、選手や社員や、うん、みんなからも、まあそこもいい、やっぱり変だと思う。でも、やっぱりあの人は、うん。よくみんなマスコミはやっぱり持ち上げて別格でもうっていう言うけど、あ、それは違うと思う。なんか欠落してますよ、これから言わせれば。なんかコンプレックスがあるのか、やっぱ欠落してますよね。
出ないとここ1年ぐらいのそのここ1、2年のものはのここ1年と最悪ですよね、あの橋本以来本当に。だからあのバカもまあ犠牲者って言えばあのバカかばうわけじゃないけど本当に、まあ、犠牲者ったら犠牲者でかわいそうな部分はあるかもわかんないなっていうことですね。まあでもあいつもなって当然だなって思う。あとは何かありますか、父さん。今日でその退職ということなんですが、立場的には明日からその何にも縛られない、そうですよね、いいという形なんですが、今後そのやはり現役として、ね、マスコミが書いてる、まあ俺も記者会見とかあまりマスコミにこう頑張って喋んないからあれなんだけど、どことも接触ないですよ。どこと も, 誰とも話してもない。まあ普通だったらまあ天竜ぐらいとまあ話で過去の俺だったらしたのかも。今はもう誰とも話はしないし接触も何もないですよ。まして今よく全日本でしつけて書かれて、全日本のも答えはなさそうだし、今俺の今頭の中であるのは、まあ6月多分いっぱいぐらいまで多分またサイパン行って、まあ今度はもう試合とかそういうものはなんかのんびり、まあサイパンに行ってもったいっていうか、まあトレーニングして、そして話があれば、まあどの団体でもいいですよ、僕は。どの団体でもいいですよ。ただやっぱり俺はやっぱりこういうちょっと気難しいから多分話もとか多分しんどいと思うけど、だからどの子って言われないんだけど、やっぱりまあ、こっちはそんな難しいと思ってないんだけど、まあ、どこかの団体からまた声かかれば、それはそれで、本当に、誠意を持って、感謝をして、まあ、でも6月ってのはないですね、まあ、1ヶ月ぐらい、サイパンにしようと思って。